調子の色はどうだい？顔の調子の色。テテヤッホー。決勝サイドポニーの写真見ました。あ、昨日？あれはね、アクションドラマのね、なんかね、やつで。なんかあれはなんか、勝利は、あのドラマでは、ポニーテールのサイドポニーのストレートってなんか決まった。テリちゃん、ヤッホー、ヤッホー。トモキハイサイハイサイ。沖縄にいるけども超楽しいよ。もうツイッターが本当にうるさいと思うぐらい楽しい。ハイサイ。ちょっとこんばんは。ラシちゃんヤッホー。みーたんこんばんは。ヤッホー。みーたん。おこちゃんヤッホー。ナシこんばんは。ケチヤッホン。ボスボ。ボボ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 ボ。明日からいるんだっけ？明日明後日。今日から新しいマウスピースにしたんですよ。なんかちょっとの期間を終わったらなんか新しいのに変えていくのだとね、歯が動くから。したらこの変えた後が超痛くて、また喋りにくくなっちゃったっていうね。ラーメンラブこんばんは。今日も可愛いぞ。ひざきしろしか勝ったね。あのツイートめっちゃおもろかった。自分で打ったらタキヤホタキかわいい。今日もかわいいですね。いや今日のしおり妙な体勢も、そう光のね、ホテルによって光のね当たり具合とか、ね、変わるから価格。レイちゃんヤッホー。今日はありがとうだ。今日沖縄にいるよ。まるで誕生日おめでとう。なんかツイート見たよ。誕生日なんですよ。おめでとう。今度会ったらお祝いしよう。むさきこんばんは。久しぶりですね。ちょっと久しぶりかも。余裕ですって。メンバー間で話さないでも、もろって。なんかみんなにね、ラビちゃんって酔ったらあんな感じなのって言われた。めっちゃしおりもそんな酔ったとこいっぱい見たことないっていうね。どうぞ。たくさんの愛であふれたなら。ラメもやっほー。こしおちぽよ。自信ですね。ありがとうございます。そうだね。でもまっすぐだよ。ママ、マジ？楽しみにしてる。11月3日。待ってるよ。みんな11月3日待ってますよ。みんなみんな。これから予約して。きちんこやっほー。沖縄にいるよ。沖縄、1日目。教室マジ痛くて死ぬかと思った。マジやばい。もう帰ると言って最近もう慣れてきてたけど、また新しいのするとそれがちょっときついやつなんよ。痛くてね。そう明日バーベキュー、あ、明日のバーベキューと明後日の両方ってこと。クックこんばんは。ヤッホー。じゃあボッスン初めてじゃない？オフ会的なの。バンドジャパンオフ会少ないからね。ライスが持ってるサメのぬいぐるみ、しおりも前さ、その大学の音楽のやつ行った時に買った。チュラミ水族館にて買った。しおち癒さのぽよぽよよよん。今日は沖縄しさ癒ささが やっとできた。バイオジャパンの歌詞にあるやつがやっとできたね。ライビタンと飲みたいってよ。これまで沖縄なら時間があれば。おお、なんて読むの、なんて読むの、なんて読むの、スクショ。メンソーレだ。メンソーレラルトス。ラルトスやは。沖縄行ったことある？今日前髪切ったら失敗した。はるかまちゃん、やは。あーい。で、誕生日何月何日？多分あれがマックスであれ以降変わらないか。めっちゃいいじゃん。行きましょうってよ。まさかの OK。 さっきがそういう気持ちだったってことです。さっきもう本当にスクショしたよ。まあ別になんかネタだけど。何このテレビ、なんかテレビやってる知らない俳優さん。
な、何のテレビ？楽しいな、やっほー。しおりちゃん、エセチュー、ありがとう。ジュンヤ、ジュンヤじゃないよ、ジュンヤも来てつかたん、やっほー。勉強の飲酒ダメなの、なんかね、一応ご時世とかもよし、もしみんながさ飲んでさ酔っぱって何するか分かんないじゃん。だからね、そうそうそう一応その一応ワンドリンク払ってもらう形になっているんだよね。だけどそっからフリーで、だからもう持ち込み OK なんよ。やけんみんなはお酒以外はね持ち込みしていただいて。奈良さんこんばんはに、今日も可愛いね。すのきすのき今日ゲットした赤ちゃん可愛い。オフ会みんなでバーベキューをするの。ワンダヤッホー、大地ヤッホー、店長こんばんは。ワニー沖縄って車であれでよし完成じゃなくて飛行機大城って読むの、大城天ぷら。ヨウちゃんヤッホー、サザさんとあと1ヶ月もね会話していく。いいよ。でもなんか新しい人見つけて、ゆわちゃんやっほん、しのたくさんこんばんは。やっちこんばんは。ねびちゃんスクショ撮ったので約束でさ3日チャンスだってよ。ペイペイ、そうペイペイ、これかわいいだろ。これ沖縄のお店屋さんで出会った、かわいい。はく、ありがとう、ありがとう。初めて緊張するね。物販の持ち込みのしすぎ、え、出すのか分かんないんだよね。それはなんか、なんとかかんとか言ってたけど、どうなんだろう。ツイートされるのかな。ラプンツェル、やっほー。物販で持ち込み、あ、BBQ で？で？だってからこんな、ボス見たことないってくらい落ち込んで、なんでなんでなんで、どうしたの。お酒飲みたすぎてお酒めっちゃ好きなの。新しい人なんかいないんだよ、しおりちゃんしか。へえ。11月13日で来週月曜の上にで13、11月13、おはよう。11月13、優勝してるのかもしかして。来週月曜、金の10、来週って一緒じゃね。15、16、17がさ、お沖縄じゃんで、19が隣組だけ、20からは全部出るよ。20何本かな、20何本は全部出るよ。 BGM しおりちゃんとしかチキットで、そりゃ嘘、しおべいじゃないよ、ペイペイ、ペイペイだ。こまわに B バイヤストさんより、友達ですか。奈良さん、ヤストくんの友達。足に忘れてる、やばい、記憶がもう1分。あいちゃんに内緒ね、お酒めっちゃ好きなのか。みずきちゃん、はっはっは、チンベイでもそうそう、そういう可愛いでしょ。そこ25、そこ可愛くて惹かれてしまった。ダーン、沖縄マジ楽しい、また来たいな。今日も楽しいけど、またこの楽しさを知った上で来たい。ゴロンしてるしおりちゃんめっちゃゴロンしちゃう、マジやばい、ずっとめっちゃ痛い、ちょっと待って、ファースヒーフ、マジ大ヒーなんだったか、痛いもん、無事に届いて、痛たた、無事に届いたよ。でもやっほー、沖縄そばかぶくない、痛たた。え、今回はね、ていちゃんだよ。ていちゃん頼むよ。
Igen, kajáján. Oké.沖縄の4年ぐらい前にいたのが最後、え、結構行ってないね。次こそ行こうね。なんか予定入ってたんですよ。ライトさんどこだったら来やすい？割と西の方か。18日の体調が、月曜日いないの。月曜日はね、月曜日にうちら帰るんよ。やけあれないよ、隣組はいるって感じかな。今回、あいちゃんと、そうそう。今回はあいちゃんと違う。あいちゃんとマジで、いつも同じじゃんけんですから。痛い痛い痛い。やっぱり今の、今本当に痛くてちょっと喋れない。かっこ悪くない？痛い。この痛みを乗り越えれば、綺麗な歯になって、可愛くなれるんだ。からかいけからかブスブス。やっぱり今の職場は合わない。だからツイートしてたね。大丈夫か。はい、無視ありがとう。沖縄のおすすめのお店とか YouTube のご両沖縄チャンネル、ついてるよ。ご両沖縄チャンネルよく紹介してるの。いや、しおいちゃんが可愛いって言ってよかったの。ジンベエさんも可愛いけど、しおのが可愛いって。え？めっちゃ声響いてそう、今の声。カツノーキーじゃない、なんかね、国際通りのなんか、グッズが、お土産屋さんみたいなとこ。700円ぐらいだったよ。可愛くて。あ、いや、妙理の政府センターには、なんで、なんかそれさ、なんかコメントかなんかしてたよね。聞いたことある、それ。高校の修学旅行以来行ってないな。沖縄？高校の修学旅行沖縄だったの？広島だから。大阪高校とかでも緊急事態宣言されたし、大阪福岡学校とか来れるの。やっぱ西なんだ、西。山口は無視なさいの。ありがとうね。それで一応痛くなっちゃう時ある。なんかドラマしてる。理解した？うん。キューグラマーバーナーズさんの時はアバチ。小さいからそんな安く買えたの。これ本当700円くらいだったよ。かわいい。でかいと高かったけど、でかいとね、荷物入んないし。あと半月だ。半月で変わるの。また沖縄なら去年、え、最近じゃん。痛い。なんでお店に、かわいそう。かわいそすぎる。でも居場所が見つかったのよかったね。なんか何もわからないよりはいいね。そうだよ、中学旅行沖縄やった。いいな、素敵。高校、たけしやほ。やっぱ足の裏の見せてあげる。今日の足の裏の紹介です。画角が危ねえんだ。足のみって、OK。 君にジュースを買ってあげる。寒い寒い寒い。モリシヤホー。
さっき無理しに動画撮った。寒い。半月で変わるのか。やったー。横浜で BJ 始めて見た2週間後に地下で沖縄急に行った。おもろ、面白い。それは足の裏が好きなの。沖縄寒い、部屋が寒い、クーラーつけてたから。さっき切った。3月20日経ちました。はい、ちょっと喋る、そう、喋るのも食べるのも嫌になっちゃう。ゆうちゃん、やっほー。ほほほほほほ。それ一つ嫌な思い出は、運動部は朝の5時に起きて、はやっ。せいちゃんもグルーブ魂し、グルーブ魂してるよ。パパが好きだった。キンメルジュースを買ってあげる。明日お店から警察に届けてもらってな、届いて。そっか、東京じゃないもんね。大変だね。人かと思った。あと2日も、ありがとう。楽しんでくる。食事の時やってる。そう、ほんとそうだよ。パトロケーさん、やっほー。朝から坂道を何往復も少ない。大変だね。大変だ。よかった。しばらくてね、歯並びが悪いからね、歯列矯正してるの、マウスピースでね。それが、マウスピース少しずつ動かしていく感じだから、何週間とかで、単位で変えていくの。つけてるマウスピース新しいのにするんだけど、やっぱ新しいのってこう動いた後のやつだから、あの硬いんよ。ですごいいたたたってなるっていうね。動画ありがとう、楽しみにしてよ。嬉しかった。うちのタクシーでは半身の運動部やったから熟睡でした。今となってはいいね。なんかそういうさ、学生時代の思い出ってふと思い出してさ、ちょっと物思いにふけるっていうか。先生、お前トイレに声言われたら確かにとろけてくれたらめっちゃ嬉しいね。トイレこんばんは。沖縄から新入った。北海道は本当に逆だね。沖縄マジ楽しいよ。さっき千円札、2000円札もゲットしたし、アイスも食べたし、飲み物も飲んだ。やばいやばい。じゃあ今日配信おしまいしようか。時間経ってるよね、多分。ちょっと待ってよ。時間が53分か。全然20分しか経ってない。20分も経ってないぐらい。ギリギリやん。って感じで。でそうだ、今日は朝に、深夜みたいな朝にやったのか。19分、ありがとう。仙台お土産は、しっかり持って帰ってきたら今度持っていくね。仙台お土産。いいね。仙台行きたいなぁ。たたたたたぁ。のび太お疲れちゃん。明日は前の楽しみにしてる。うん、本当に楽しみにしてる。だから今やったらよくわかんないドラマ気になる。お疲れ様、私もありがとう。そういえば今日の分やってたね。そうそうそう、うん、今戻した。チョコのチンスコース、え、わかった、買ってみよう。お疲れ様、明日も沖縄巻きとしてね。ありがとう。肉やってこ、本気だからね、マジ。対戦よろ、じゃあねー。